ダンプ山古墳は愛知県名古屋市厚田区木屋町にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定されている。愛知県では最大規模の古墳で6世紀前半頃の築造と推定される。3DCG で描画したダンプ山古墳名古屋市中心市街地からやや南、厚田第一南西園の標高約10メートルの地に築造された大型前方公園墳である。 かつては海岸線が厚田大地西側近くまで伸びており、古墳は伊勢湾を広く望んだ立地になる。厚田神宮では畑けをお墓と称するほか、古くは鷲峰山、段浮山、段、峰山などとも表記された。現在までに本格的な発掘調査はなされていない。墳形は前方五円形で前方部を南南東方に向ける。 噴球は三段築成で前方部が発達した古墳時代後期の特徴を示し、古墳南東隅が削られているものの概ね良好に依存する。現在の噴球町は約150メートルを測り、愛知県では最大規模で後期古墳としては全国でも屈指の規模になる。噴球の西側首レブには作り出があり、ここからは多量の水気が出土した。また、 噴球の表面には、円筒波に割れ列が巡らされていたほか、不禁死と見られる河原石も検出されている。噴球の周囲には、集合が巡らされていたが、現在見る堀りは、後世の増作によるものであり、消失した本来の集合は、さらに広範囲に及ぶものであった。埋葬施設、副葬品は明らかではない。このダンプ山古墳は、湿度波には、末期より、 古墳時代後期の6世紀前半頃の築造と推定される。当時、尾張地方に大きな勢力を持った尾張市の市長母に否定され、周辺では南方に白鳥古墳があるほか、厚田球場の位置には北山古墳があったと想定されており、一帯はダンプ山古墳と共に一連の市長母群を成したと推測される。また北方には古墳時代の遺構として、 高蔵遺跡があるが、これは、ダンプ山古墳の被葬者に直接掌握された人々の遺跡とされる。本古墳はかつて、宮津の小姫命の墓として、厚田神宮大宮寺家の管理下にあり、ダンプ山という名称もその宮津の小姫伝承に基づくという。終わり名所図へ前編4巻には、十部山として見え、3月3日の見立ち入りが許され、 墳町から熱田一園を見渡せた様子が描かれている。明治に入って、熱田神宮所属地下、後戦後に入って、愛知県有地下し、1987年に古墳域は国の史跡に指定された。その後現在までに古墳含む周辺一帯は、熱田神宮公園として整備されている。ダンプ山古墳の空中写真国土交通省国土、地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ステレオ写真はこちら。集合推定復元図古墳の規模は次の通り。墳球町は、築造当時の大応募の今白塚古墳には及ばないものの岩と山古墳を上回り、全国で屈指の規模になる。墳球の内前方部の幅、高さは公園部の直径、高さを上回っており、 前方部が大きく発達するという古墳時代後期の特徴を示す。ただし南東墨は後世に削り取られているほか、測量調査の結果から前方部全面が改変を受けた可能性が指摘されている。墳球周囲には集合が巡らされていたが、現在見るものは昭和期に増射されたものになる。本来の集合については明治期の地石図から復元が試みられており、 現在の集合を大きく上回る規模の縦型集合であったと推定されている。ただし前方部前面の堀の幅のみ広いことから測量調査でも示唆されるように前方部が後世に削られた可能性が高いとされ、その場合には本来の噴球長は160メートル程度であったと推定されている。また、尾張の大型前方公園噴の多くが二重集合を 有することから、ダンプ山古墳の集合も二重であった可能性が指摘される。二重集合を持つとすれば、地石図の形状からして、内堀、周筒みには、張り出しがあった可能性もあるという。1885年までに作成された土地台帳に付属する公的な地図である、地石図を見ると、現在の墳景は読み取ることはできない。前方部はほぼ保存されているが、 公園部の西北部分は3分の一が削られなくなっている。修行部と共に畑として利用されていたと見られる。また作り出しの痕跡も認められない。現在の形は、史跡指定にサなどに修復されたものであり、作り出しの有無にも疑いがある。大型円筒派には本来はダンプ山古墳に設置されたと見られる。名古屋市見原市大高古資料館展示。墳丘からは、 公園分義団に、円筒埴輪列が確認されているほか、少量の朝顔形埴輪編、継承埴輪編も検出されている。円筒埴輪は、派生室、末室の両方があり、一部は6とったい7段以上に及ぶ大型埴輪である。ダンプ山古墳の勢力下にあった、高造遺跡からも、本来は、ダンプ山古墳に設置されたとみられる、大型円筒埴輪が出土している。 これらの埴輪については、東山雇用で焼かれたとする説が知られる。以上の出土埴輪は、名古屋市博物館、名古屋市三原市大高校資料館、南無山大学人類学博物館などに所蔵されている。また、作り出などからは多量の素液が出土したと報告されているが、その多くが行方不明となっている。現在に伝わるものはいずれも前景の不明な小変で、 豊田市郷土資料館、名古屋市三原市大高校資料館などに所蔵されている。なお、行方不明となった、末期のうちには、小餅高月があったと言われる。これを、美の、尾張地方の限定的な地域に見られる、足つき二月であったとみて、類似の湿度状況を示す小端池下古墳、他水穂大地南部の古墳群を、ダンプ山古墳の先行主張母群に否定する説がある。 これらの埴には、末期の制作年代は、5世紀末から6世紀前半と推定される。その他の副葬品の出土などは知られていない。被葬者は明らかでない。厚田神宮では、古くから、たけをお墓と称して、日本穂高比の宮洲の小姫命の墓とする。神宮では、南方約300メートルにある、白鳥古墳も、 白鳥五稜と称して、日本穂高の三ぎとしており、現在も毎年5月8日に、白鳥古墳とダンプ山古墳とにおいて五稜母祭を行っている。ただし、史書上での山と武る伝説の想定年代は4世紀頃となり、ダンプ山古墳の築造時期とは大きく隔たる。日本書紀に基づく関係系図学術的には、このダンプ山古墳は、尾張地方で、 最大規模の古墳であることから、古代豪族の尾張氏の主張母になると考えられている。日本書紀では、この6世紀頃のこととして、慶大天皇の日として、尾張連宗公の娘のメコ姫があったとし、さらにメコ姫は、後の安官天皇、戦火天皇を生んだと記載しており、尾張氏が慶大大王の外籍として、大和王権と強い結びつきを持っていたことが知られる。 古墳分布の様相的にも終わり地方は、形態大王の支持勢力の中で、最大勢力を成しており、越前から擁立されたという形態大王の即位に、終わり氏が大きく貢献した様子が指摘される。具体的なダンプ山古墳の被葬者については、終わり連奏校に否定する説や、メコ姫に否定する説がある。古墳時代の厚田周辺中央にあゆち型、その北縁に、 厚田社とダンプ山古墳。考古学的には、ダンプ山古墳や厚田神宮の存在から、この厚田大地一帯が、尾張リ氏の本拠地であったと想定されるが、厚田大地ではダンプ山古墳以前の大型古墳の、築造が知られないことから、当地に移動した尾張リ氏一族が、尾張統一の記念碑的に、ダンプ山古墳を築造したとする説がある。また、 ダンプ山古墳をはじめとする厚田大地の大型古墳は古墳時代後期から営まれ始めるが、それとともに、尾張地方では、尾張型末駅や尾張型葉庭といった特徴的な土器や生炎遺跡が出現することから、これらのシステム化された特産製品の生産をもとに形成された統治集団が尾張市に否定される。なお、この厚田大地では生炎にダンプ山古墳、 白鳥古墳などの古墳群、東園に厚田神宮が一致し、市長墓域と聖域の住み分けが図られていることから、厚田神宮の実際の鎮座を古墳群と、同時期の6世紀頃と類推する説がある。この厚田神宮と終わりの古墳群に関しては、神宮境外接者の分布とダンプ山、古墳成立以前の、各在地勢力の古墳群の分布等を対応づける説もある。 所在地交通アクセス関連施設、周辺注釈出店。ありがとうございます。